おじいさん、ちょっと疲れたよな。お、帰りてーよ。なんで帰宅途中に呼び出されるんだよ。帰宅中でようやく家に帰れると思ったのに、電話かかってきて仕事仕事と呼ばれる。帰りてー、帰りてーよ。やっと帰れると仕事追加された。帰りてー、帰りてーよ。せっかく今のプロジェクト順調で全部終わらせたはずなのに、どんどん仕事追加されるどんどん追加されたら、なんかビジネスマンの泣き声でした。せっかく家で頑張ってるのに今日も帰る。ここで泣くの。そうなんだ。帰りてー、私死んだ。でもおじいさん頑張れよ。明日はね、ちゃんと帰る狙いがあるよ。帰宅中でようやく家に帰れると思ったのに、電話かかってきて仕事仕事と呼ばれる。でもね、あんたみたいな人がいるので、この世界は回ろう。帰れると思ったのに仕事追加された。帰りてー、帰りたいな。帰りてーよ。声高いよ。順調で明日も頑張ろう。どんどん仕事な、頑張れよ。落ち込むのはないんだよ。ね、頑張れ。おじいさん、元気出せよ。ちゃんとね、明日は早く帰りそうよ。おはようが会社どこどこして途中かだけど、おじさんの中を全部見えます。この人の中を全部透明な人だ。いい人かも。え？おじいさん、うまいんですか？ちょっとこれ、映画撮ろう？これ映画撮ろう？で、従業内ダンスマンで、そういうタイトルで、YouTube にアップロードしよう。今日はね、多分、授業なかったかも。ね？今日は多分さ、残業なかったかも。気持ちよさそう。めちゃダンスするじゃん。おい、音が出る、音も！ピンポンパンパン、ピンポンパンパン。お前よ、おじさん！よいしょー！おはようのワンピクだ。最初から、やっぱりさ、会社員はね、万能じゃないの？そんなこともできる。うん、トト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 おじ？おじ、大丈夫？おじ、これ、見えへんの？おじ、そのままで落ち込んでくれ？そのままにしてくれ？マジか、おじ。ビロンビロン。ね、ほんとに怖くないの来て。そうじゃないこと来て。仕掛け。シャコーン。シャコーン。おじゃー！
早く出せ早く早く出せ早く